寄せては返す波に立ち込み、目の前に広がる大海原にキャストをする爽快感。砂浜という身近なフィールドでありながら多種多様な魚が狙え、近年確固たる人気を誇っているサーフからのルアーゲーム。この釣りの第一人者、堀田光也さんが思うその魅力とは。やっぱね、サーフは日本全国どこにもある釣り場で、いろんな魚が入ってきますよね。その土地に合った魚を狙うっていうのが、まあ、サーフの釣りの魅力かなというふうに思います。さらに若手注目株のサーフゲームアングラー、黒田博明さんはこう語る。これだけ広い中で魚の居場所を見つけていく作業ですよね。自分の仮説を立てて、それを一つ一つ潰していく作業が非常にこのサーフの釣りの魅力なのかなと思いますね。今回の舞台は黒田さんのホームグラウンド、神奈川県湘南地域の西ということから清湘と呼ばれているフィールド。釣り仲間でもある2人が夏のサーフゲームを思う存分満喫する。下旬、小田原漁港付近の海岸に静岡県に住む堀田さんが黒田さんと釣りを楽しむため訪れた。ここはどんなところでどんな魚が狙えるんですか？そうですね、ここは、まあ、サーフの一番端っこになるようなポイントではあるんですけど、狙える魚として、うん、まあ、まずヒラメ、はい、で、あとヒラスズキ、まあ、ヒラフッコあたり、ほうほう、あとは、まあ、回遊があれば、青物がしっかり回ってくるようなポイントではないですね。時期だもんね。そうですね、なるほどね、はい。でここ非常にまあドンブかな、はいはいはい、手元からすごく深く掘れてるようなサーフなんで、まあ、比較的手前で釣れることも多いので、まあ、しっかり手前まで魚入ってくればいいなという、はい、なるほど。まずじゃあ黒田さんはルアー何ですか？僕はですね、まあ、足元丁寧に探るためにちょっとスローに探っていくために、ちょっと最初はミノーから行こうかな。わかりました、はい。黒田さんが選んだのはフローティングミノー。比重が軽めで巻くだけでキレの良い泳ぎをして魚を誘うルアー。時折巻くのをやめ、魚が食わす間を与える使い方も効果的だ。僕はどうしようかな。じゃあミノーじゃないやつがいいよね、きっとね。いやほら、いろいろね、はい、2人で手分けしないとさ。あ、そうですね、どんなルアーに反応があるか分かんないじゃないですか、はい、なので僕はちょっと最初はね、はい、こういうね、ワームのついたこういうルアーね、お、これメタルドライブって言うんだけど、はい、これいきます。はい、こんなやつ、ちょっと比重が軽いやつですね、はい。一方堀田さんはメタルジグとワームを組み合わせたルアー。ただ巻くだけでも魚を誘ってくれ、落ちる際ボディからワームが分離してアピールするのが特徴だ。楽しみだな。まあ、川の近くなんでね、もしかしたらスズキとかね、そういった魚いるかもしれません。10メーター前ぐらいですかね、のところにベイトが跳ねたので、おそらくイワシかなと思うんですけど、5センチ前後ぐらいのちょっと小さめなベイトが跳ねていたので、まあ、生命感は少しはあるのかなっていう感じですね。ちょっと潮位が高くて今フローティング使ってたんですけど、もう少しボトムの方攻めるためにシンキングに変えたいと思います。まあ、若干ローライト気味でまだね、日も昇りきってないってことで、そこまで光量が多くないので少し
派手めなカラーで、このルアーお尻にグローが入ってるんですよね。光量がそこまで多くなくても比較的目立ちやすいようなルアーになってるんで、ちょっと一旦これで探ってみたいと思います。サーフゲームを行うには適切なタックル選びが欠かせない。ロッドとリールはどのようなものを使用すればよいのだろうか。長さがですね、竿はだいたい3メーターから 3.3 メーターぐらい、サーフ専用ロッドというものをですね、使って釣りをします。竿が長ければそれだけ遠心力を使ってルアーをですね、遠くに飛ばすことができます。でこれね、いろんな調子があります。だいたいですね、20グラムから40グラムぐらいのルアーをですね、しっかり投げて動かせるミディアムとかミディアムヘビーとか、こういった調子のものを選んでください。そしてリール、まずね、このスピニングリール、これを選んでください。でこの大きさなんですけども、4000番、あるいはですね C の5000番この2つのうちのどちらかにしてください。あの3000番とか2000番とかもありますけども、大きさが小さいので竿の長さに対してちっちゃくなってしまいますよね。そうするとバランスが良くなくなるし、例えばこのね、糸巻き量も少なくなってしまいますので、遠くまでね投げる、まあ、糸が足りないよということになってしまいますので、必ず4000番か C5000番を選んでください。あとね、これね、ギア比といってハンドルを1回転すると、これね、このローターっていうんですけども、これがくるくる回っていくとね、巻き取ってくれるんですけども、早く巻き取りができるもの XG っていうね、型番がありますので、使っていただければこの釣りには最適です。なんでこれね、巻き取りの早いものを使うかと言いますと、ナブラが出たりとかしてると、またすぐこうね、ナブラに向かって打ち返したいって時あるんですけども、この巻き取りスピードが遅いと回収の時間がですね、時間かかってしまいます。魚がいるうちにまたね、もう一回キャストができますので、チャンスをですね、ものにできるこのね、巻き取りの速さという意味で、この XG を使ってください。朝のね、時間帯はまあ魚割とこう寄ってそうな時間帯なんで、集中してやった方がいいですね。ゴロタ浜が多い西湘エリア、攻略のコツはどのようなところにあるのだろうか。あのこのね、はい、サーフ、はい、この西湘エリアで何かね、狙い方のコツみたいなのがありますかね。はい、そうですね、比較的ここのエリアはもう目の前からドンと掘れている、はい、目の前にブレイクがあるような、海になっているので、結構自分が思ってる以上に目の前で魚が釣れちゃったりも、足元にいるってことだよね。そうですね、はい、まあ、もちろんまずは、遠くに投げることは、はい、意識して投げるんですけれども、うんうん、手前に来たからといって、うん、油断しないで、うん、僕は足元までしっかり巻き切るっていうのを意識してやっていますね。じゃあこれから釣りを始めてみたいとか、始めた方、はい、まだそんなこううまくこう投げられないよって方なんかは、はい、このエリアすごいいいですよね。あ、そうですね、初心者でもトライしやすい西湘エリアは東京都心からでも1時間半ほど。これでいろいろ釣れるなら言うことなし。時間は刻一刻と過ぎていく。次第に潮位が下がり、川を越え向こう岸まで行くことができるようになった。新しいポイントにすぐさま黒田さんが向かう。ここ手前にブレイクがあるんで、このブレイク沿いについてるんですよね。なんで音の意識で、黒田さんはルアーを飛距離が出るメタルジグに交換。使い方は投げたら底を取り、ただ巻くだけ。このジグはお腹のフックを上にしてバタバタと泳ぎ魚を誘う。
ったよ。よっしゃ。ソフトアンドゴーでしたね。ボトムで食ったんでヒラメだったら嬉しいんですけど、どうでしょう。結構ね、手前がバレやすいんで、ここはもう慎重に行きたいと思います。おっと、赤旗、赤旗が釣れました。まあちょっとね、予想外な高級魚なので、嬉しいゲストです。非常によく引いてくれて、ボトムで食ったんでヒラメかなと思ったんですけど、まさか赤旗が釣れてくれました。サイズは20センチちょっと。まだ大きくなる可能性があるのでリリースする。リリースするときは必ず引き波でリリースしてあげてください。魚に負担がかかっちゃうので。いやー、まさかの、はい、赤旗じゃないですか。まさかでしたね。釣れるんですね。そうですね、ここもう清少エリア、ここから真鶴半島に向けてこう湾曲していくんですけど、うん、はいはい、ここからもほとんどがジーソになって、ね、ね、はい、リーフなポイントになってくるので、じゃあ根魚やっぱ増えてくるんですね。そうですね、多いですね根魚。ルアー何で釣ったんですか。あ、ルアーはですね、イワシカラーですね。今これだけ日上がってたので、うん、カラー自体ももうナチュラルにして、はいはい、まあ、あまりボトムから離さないように、はい、あんまり食い気立ってないかなと思って、はい、ボトム引いたのが良かったのかなとも思いましたね、はい。あの一匹が転機になると信じ、二人は川を渡りキャストを続ける。しかしそう簡単にはいかない。当たりがないまま時だけが過ぎていく。そこで二人は心機一転、釣り場を大きく変えることにした。小田原市で最も大きい佐川川の河口へとやってきた。サーフに先に入っている釣り人がいるので声をかける。すいません、ちょっとやらせてください。ごめん、すいません、お邪魔します。距離的には十分、離れてるんですけども、先に来た方はね、やっぱりちょっとした挨拶、本当一言いいで、しとくと、何かあった時ですね、いろいろがうまくいくと思いますんで、なるべく声かけしていきましょう。他の釣り人とラインが絡まないような十分な距離を空けることがマナー。その他にも釣りで出るゴミは必ず持ち帰ることや、違法駐車をしてサーフに出かけないなど、最低限のルールを守って釣りを行わなければいけない。黒田さんは沖のブレイクをタイトに攻める。ブレイクっていうのは、海中にある駆け上がり、簡単に言えば坂になってる部分ですよね。ブレイクに沿って小魚、ベイトフィッシュって言われる小魚が入ってきたりとか、でそれに待ち構えるために、ブレイクにフィッシュイーターがついていたりとかもするので、そういったところをね、選んで釣っていくと、釣果につながる可能性はありますよね。このポイントに入ったのは干潮1時間前。釣り場は潮位と地形を考慮して選んでいく。潮位差でいつも大切にしているのは潮の切り替わる前後ですよね。潮が下げ切る手前の1時間半から2時間で、また潮が動き始めるタイミングの1時間2時間あたりは、やっぱり潮も動くっていうことは魚も動くので、まずそういったタイミングにまず入るっていったところを大事にしています。で、特に干潮のタイミングっていうのはですね、やっぱり潮が引くで、それだけ自分たちも前に出られますよね。なので、満潮の時に打てなかったポイントにルアーを送り込むことができる。干潮の時っていうのはどんどん潮が払い出されて流れが発生するので、やっぱり魚もなんだか元気になりやすいんですよね。で、満潮の時は逆に水が増えてくるので、目の前まで魚が回ってきやすいようなところでもあるんですよね。潮の満ち引きで動いたりとかもしますね。残念ながらここでの釣果はなし。
夕方は神奈川県最西部の湯河原町に移動した。まあ夕間詰めなんでね、はい、ワンチャン、まあ、ありそうな気がします。そうですね、非常にいい時間帯に来れましたね。おっしゃ、来た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 。お、青もんでしょ多分。さあ何が、まあ多分青もんだと思いますよ。ほい、おお、かわいい。ほら、かわいいサイズですけど、これカンパチの子供ですね。小さいながらも嬉しい一匹。ベイトを見逃さないことが釣果につながった。続けざまに黒田さんにも当たりが来る。しゃくったよ、ボールでしたね。かなり鋭い当たりはあったんですけど、どうでしょう、魚ちっちゃいですね。当たり自体はすごいガツンといいバイトもらったんで、おそらく根魚かなんかじゃないですかね。もう全然巻いてこれちゃうんで。お、よいしょ、カンパチの子供ですね、ショコですね。可愛いのが釣れてくれましたね。でこれはカンパチの子供、まあ、この辺りではショコと呼びますね。非常に大きくなるともう美味しい魚です。もうこのサイズでも結構ガンガン引いてはいたんで、まあでも途中からちょっと軽いかな小さいかなと思ったんですけど、最初のツッコミはすごかったですね。来ましたね。ひとまず手前に魚いないかなと思って、まあ、フローティングのミノーからシンキングのミノーまでちょっといろいろ使ってみたり、まあ、サイズ感の大きいものを使ってみたりもしたんですけど、まあ反応が得られなかったってところで、まあ、サイズ感を落として、かつ飛距離をしっかり出して、まあ、今までに探ってなかったポイントまで届かせるっていったところを意識して、メダルジグで青物が取れたので、ひとまず良かったかなと思いますね。サイズよりも試行錯誤を繰り返し手にしたことに価値がある。日が暮れ、この日はここで釣り終了。明日も釣りをしたいところだが、海が荒れる予報なので日を改めることに。7月下旬の夜明け前、堀田さんと黒田さんは再び小田原のサーフを訪れた。さて来ましたね。はい、やってきましたね。ここはどんな感じの場所なんですか。はい、ここはですね、まあ、神奈川の西部に位置してる、はい、うん、まあ、見ての通りのちょっと小さめの川が直接サーフに流れ込むような、ね、この砂利の浜で少しこう水深がありそうな感じで、はい、そうですね、もう目の前からちょっと落ちてるような感じ で比較的ここは潮通しのいいポイントとなっているので。ですよね、はい、まあ、青物とかは期待できるんじゃないかなと思ってますね。わかりました。はい、重さは違うが2人は共にメタルジグで攻め始める。でメタルジグって、まあ、いろんなカラーがあります。まあ、シルバー系もあれば、まあ、ピンク色があったりとかゴールドとかもありますけども、今海の、ね、色を見ると若干濁りは入ってるんですけども、それでもですね、どっちかといえば澄んだような色してますね。そういった時はこういうですね、まあ、小魚に近いようなシルバー系のカラー、これがね非常に効きます。濁ったりとかしてるとピンクとかパールとかですね、もっとこう色の濃いものが良くなってくるんですけども、今の状況だとこのカラーを使ってます。ただね、同じものをずっと投げてると魚もね、あ、また同じやつが来たって慣れちゃうんですよね。そうなってくると食わなくなっちゃうんで、食わないなと思ったら積極的にですね、色を変えていきましょう。その時は何でもいいです。色を変えるってことが大事ですね。青物の回遊に期待したが、ナブラは立たず海は沈黙したまま。徐々に日が高くなり、朝の食い気が立つ時間帯も終わりを迎えようとしていた。ちょっと暑くなってきたんですね。フェイスマスクしますね。日焼けがね、やっぱり今こういう
ね、状態なんで日焼け したくないし、まあ、こういう便利なものがね今あるのでちょっと失礼します。少しこの向こうやってみましょうかね。ちょっと移動します。なさそうだけどこっちはなんかいいよね見た目はね。堀田さんは常に周りに注意を払いより可能性があるところを探し続けている。堀田さんがこういった海で釣りをするときに、うんうん、はい、どういったポイントを見て、アプローチをしていますか。僕ね、はい、ずっと結構キョロキョロと、はい、挙動不審ぐらいな感じで、はい、周り見ちゃうんですよ。周りを、はい、まずね周囲をよく見ます、はい、海で何が起きてるか、はい、あの水面でこうぼちょぼちょなんかね波紋が見えるのか、はい、見えないのか、うん、あるいは潮目がねこう走ってるのか、はい、潮目動いてこっち来るのか、はい、まあ、あのその状況に合わせて自分の立ち位置を、はい、まあ、変えられるような体勢を作るためにこう見渡すというようなことをしながらいつも釣りしてますね。黒田さんは堀田さんよりもさらに右手に移動し様子を伺う。ヒットしたのか。様子がおかしい。目がかりか。お、食ってるわ。おっしゃ、多分寝魚かな。どうやらヒットしていたようだ。一回根に入ったんだ。よいしょ。おっ、これね、旗が釣れましたね。はい、岸からクエが釣れましたね。トラ柄模様で非常にかっこいい顔してます。まあ、高級魚ですよね。こんな魚も釣れちゃうので、皆さんもね、ぜひ挑戦してもらいたいですね。上から見ると分かりやすいのだが、ここは少し沖に人工リーフがある。どうやらそこに根魚がついているようだ。堀田さんも同じところを探ってみる。人工リーフがね見えてるんですよ。そのね木はですね、軽キャストすると人工リーフの内側の壁際の上ぐらいに着水します。それから落としてね、ちょっともカーブ入ってますけど舐めるように落として、であとはね、よし外可愛いけど30センチないかな。人工リーフの壁際をですね、まあ、舐めるように落としてたら、いました。かわいいな。ありがとう。ああ、いった。いやー、なんかね、青物の回遊がないときはこうやって地道にやると、まあサイズは可愛かったですけどね、ああやって釣れるってのはいいですね。いやー、夏楽しいじゃないですか。いやー、相模湾いいですよ。うん、回遊魚は回ってこないが、その分根魚は絶好調。その後も忍耐強く誘っていると、堀田さんに当たりが来る。よし、かわいいサイズか。なんでしょう、なんだこれは。よっ、カサゴだ。はい、いいサイズですね。カサゴホールですね。
ネギワをですね、この上げたり落としたりしながら探ってたらヒットしました。堀田さんの勢いは止まらない。おしゃれ、おし、引くな、なんだこれ。なんだこれ、引くぞ。外れんな、外れんな。わあ、大物だ。いや、いいサイズの大物だ。大物いいサイズだね、ほら。お、すごい引いた。ほら、いいサイズ。よく引いたよ。ホールでガーンって持ってたね、これね。いやー、こういうのいるんだね。夏らしい魚だし、よく引きました。42センチの大物ハタ、岸から釣れる大きさとしては文句なしのサイズ。この辺りでそんなサイズなかなか出ないですよ。そうなんですか、はい、じゃあよかったよかった。いや、すごい超過ですね。いや、すごいね、今ね引いてこのルアー使ってたんですよ、はいはい、このね、まあ要はそのスカートのついた、はい、これをですね、はい、あの人工リーフの際まで投げて、はいはい、まあ、ストップアンドゴーで巻いてきて、うん、真ん中ら辺まで来た時のホールでストーンと感じで持ちましたね。じゃあリーフのすぐそばではなかったってことなんですね。いや、多分追っかけてきたんじゃないですかね。なるほどなるほど。多分割とほら、はい、大物って泳ぎ回るような魚じゃないですか、はい、うんうんうん、だからおそらくあの辺うろうろしてて、はい、これを発見してバーって飛んできて食ったんじゃないかと。いや、すごいですね。いや、よく引いた。両系大物旗を見せられ気持ちを煽られた黒田さん、自分も納得の一匹を手にしようとキャストを繰り返す。朝の釣りを終え釣果はなし。休憩後夕方から再び釣りを開始。黒田さんはリベンジに燃える。潮回りは大潮なので釣れるチャンスは短いと考えている。大潮とかっていう潮回りは、まあ、潮が速い分そういうチャンスタイムをね、あっという間に終わっちゃうんですよね。ほんとその日1日の30分、もっと短かったら15分とか、もうそういうね、ほんとにわずか限られたチャンスを拾っていかなきゃいけないっていうのも、まあ、こういう釣りの特徴の一つではあるので、まあ、そういったね、大事なチャンス逃さないように、集中しながらやっていきたいと思います。その日1回限りのバイトとかっていうのを、まあ、逃してその時にラインブレイクなんてしちゃったらやっぱり悲しいので、必ずねこまめなラインチェックはしっかりするように、していけば、まあ、魚に出会える確率も高まってくるのかなと思います。一つ一つのことを丁寧にこなしていく、この実直さが釣果につながると信じたい。お、切ったか。よしよしよし。なんでしょうね。さあ夕方お食事の時間なってきたかな。強引にでも行きたい。お、赤いのが今ちょうど、まあ、リーフのもう真下ですね。投げてボールさせて少しアクション入れたらガツンと、食ってくれました。意外とねこんなサイズでも結構引いてくれる、楽しいんですよね。カサゴもとりあえず釣れてよかったです。執念の末手にした魚、何よりも価値がある。もう本当リーフのギリギリ狙ってたので、はいはい、もう鼻面に落とすぐらいなイメージでやってましたね。さすが、ちょっと僕なんかだと今ねこのリーフが、まあ、一応なんとなく分かるんだけど、はい、そのなんとなく具合は多分ね黒田さんの方がね、まあ、通ってる分だけもっと正確な感じで捉えてると思うんですね、はい、あ、そうですかね、まあ、それのこう差がやっぱ出てこの一匹につながってるんじゃないですか。それは嬉しいお言葉ですね。いや本当に
サーフゲームに魅了され通い続けるからこそ分かることがある。それがまさに実った形だ。ターゲットを絞り釣りをするのもいいが、固執せず状況に合わせて釣る楽しさもある。身近なフィールドで気軽に釣りをする喜びをあなたも体験してみてはいかがだろうか。